俺は田村明、25歳の土木作業員だ。今日俺は親父と兄貴に婚約者を紹介するため久しぶりに実家に帰ってきた。父さん、兄貴、こちらが須崎真奈さん。俺たちは結婚を前提にお付き合いしています。お初にお目にかかります。お父様、お兄様。あー、指輪もしてるってことはもう婚約もしてるのか。はい、ご挨拶が遅くなり。へー、それにしても綺麗な娘さんじゃないか。確かに綺麗な人だね。でも、アキラの彼女、どっかで見たことある気がするんだよな。どこだったかな。え、おい、兄貴、やめろよ。彼女に失礼だろ。それにしても、安っぽい指輪だな。これ、子供のおもちゃかよ。これは、アキラさんが。アキラは、高卒現場作業員の土底辺だからな。ところで、マナさんは、どこの大学出てんの？私は、中卒です。え？中卒？今時そんな人いるんだ。仕事は？中卒ができる仕事って何があるの？会計事務所で雑務をしています。へえ、実家の親は何してる人？田舎で農家を営んでいますが、16で家を出て以来両親には会っていません。ええー、中卒の家出娘ってことは？マジかよ。すみません。俺の2歳上の兄コウタは世間一般でいう一流大学を卒業し、大手と言われる会社に勤めている。こいつぶん殴ってやりて。マナ、もういい、帰ろう。はい、アキラさん。なんだ、もう帰るのか。はい、もう帰ります。なんだよ、久しぶりに来たのにもう帰るのかよ。じゃあ今後よろしくね。あのさ、俺の親父と兄貴がごめん。いいのよ、アキラさん、謝らないで。結婚相手として私みたいな身の上の女を連れてきたら、まともな親族なら嫌がるわ。僕の婚約者須崎真奈、彼女の24年間は決して恵まれたものではなかった。田舎の4人兄弟の末っ子として生まれたマナは、物心つく頃には家の中の余り物だったらしい。幼少時から家事と農作業でこき使われ、16歳になれば20歳以上も年の離れた地主の長男のところに嫁入り予定だったという。そんな人生が嫌で、マナは何もかも打ち捨てて身一つで夜逃げして上京したのだ。初めてその話を聞いた時はびっくりしたな。ほんと、いつの時代の話だよ。マナ、学歴とか親がどうだとか、俺はそんなのどうでもいい。アキラさん、マナは一生懸命勉強して資格をたくさん取ったじゃないか。高校だって去年から定時制に通って頑張ってるだろ。自信を持って生きてほしいんだよ。ありがとう、アキラさん。もう暗いし家まで送るよ。ふぅ。マナを送った後、俺は何とも言えない疲労感に襲われた。親父と兄貴に多くを期待していたわけじゃない。だけど、いくら血縁じゃないからって曲がりなりにも家族をここまでバカにするか。俺は親父や兄貴と血がつながっていない。もともと俺の実の父に先立たれたお袋は、幼い俺を抱えスナックで働いていた。その時通っていた客の一人が田村健一、俺の戸籍上の父親ってわけだ。親父には浩太という息子がいた。だが、戸籍上で兄になった浩太は弟になった俺を最初から疎んでいた。お袋も新しい夫の顔色を伺い、俺を邪険に扱った。それでもなんとか家族として暮らしていたのだが、俺が中学生のある日、突然お袋が失踪した。おい、お前の母親は男と逃げたんだよ。俺は血のつながりもない捨てられたガキの面倒を見てやるんだからな。今後は立場をわきまえろよ。そうだ、それと兄貴の言うことに逆らうなよ。父の健一は母に逃げられた怒りを俺にぶつけてきた。こうしてお袋失踪から高校卒業までの5年間、俺は家事を押し付けられ、高校の学費を自分で支払いながら生活した。そして高校卒業と同時に家を出て土建屋で働き始めたのだ。これらの事情を俺はマナに話していない。こんな話を聞けば、優しいマナは俺に同情して何かと気を使うだろう。俺は惚れた女にそんな思いをさせたくなかった。とにかく俺にも新しい家族ができるんだ。けじめとして挨拶したけど、今日を最後に今後もあいつらとは関わらないようにしよう。俺はそう心に決めた。数日後。なあマナ、本当に結婚式しなくていいのか。立派なのは無理でも少しぐらいなら貯金もあるんだぞ。無理しないでよ、アキラさん。二人揃って婚姻届を出しに行けたら、私はそれで十分よ。部屋だって最初は狭くていいじゃない。自分たちの身の丈に合った暮らしをしましょう。マナ、そうだな。うん。見栄を張るのはやめよう。実家への紹介は最低最悪だったが、俺たちの結婚への気持ちは固かった。俺がマナを幸せにしてみせるんだ。未来への夢と希望に満ち溢れた俺は、金はなくても世界一幸せな男だと思っていた。だけど、そんな幸せはある日突然ぶっ壊れた。どうしたんだよマナ、こんな時間に呼び出して珍しいじゃないか。もしかして何かあったのか。平日の夜、俺はマナに呼び出された。アキラさん、ごめんなさい。マナ、おい、どうしたんだよ。
やっぱり私、アキラさんとは結婚できません。え？別れてください。お願いです。もう、なんでだよ。なんでいきなりそんなこと言うんだ？俺たち、仲良く付き合ってきたじゃないか。なあ、俺がなんか悪いことしたか？もし無神経なことをしてたなら、今すぐこの場で謝るから。いいえ、アキラさんは何も悪くありません。だったらなんでだよ。やっぱり結婚式か？結婚式がしたいのか？だったら、俺一生懸命金貯めて。違います。そんなんじゃありません。じゃあなんでだよ。わけがわかんねえよ。やっぱり、私は、アキラさんにふさわしい人間じゃないんです。私みたいな女が人並みに幸せになろうとしたのが間違いでした。アキラさん、幸せな夢を見させてくれてありがとう。ごめんなさい。さようなら。そんな、なんでだよ、マナ。俺にふさわしくないってなんだよ。俺にはマナしかいないのに。クソ！明日にでもマナの家に押しかけ問いただしたい。だけど、間の悪いことに、俺は明日からの一週間、泊まりがけで遠方の山の中での現場が入っていた。マナ、お前今どうしてるんだ？なんでいきなりあんなこと言ったんだよ。マリッジブルーとか、そういうあれだったのか？仕事をしていても、俺の頭の中はずっとマナでいっぱいだった。そうして一週間後、俺は久々に自宅アパートに帰ってきた。悩んでいても仕方がない。とにかくマナと話をしよう。ん？親父からだ。なんだよ親父。金ならないぞ。おいおい、親に向かって随分じゃないか。こうたからお前に大事な話があるみたいだから、うちに来い。は？兄貴から？なんだよいきなり。行きたくもなかったが、大事な話と言われ、仕方なく俺は実家にやってきた。いきなり呼びつけて、大事な話ってなんだよ。え？マナ？どうしてここに？アキラ、彼女が俺の結婚相手になる須崎マナさんだ。もう！やっぱり女は高卒土木作業員の男より、一流大卒の俺の方がいいんだってよ。そんな、嘘、だろ？マナ？ごめんなさい、アキラさん。コウタさんのおっしゃる通りです。え？ちゃんとお前に紹介しておこうと思ってな。本人がこう言ってるんだ。今後はマナさんのことをちゃんとお姉さんと呼びなさい。ふふふ、兄貴に婚約者取られるとか、どんな気持ち？なあ、どんな気持ち？この後のことを俺はよく覚えていない。もう、何日くらいこうしているのか、自分でもわからない。あの日以来、俺は会社に行かず、飯も食わず、風呂にも入っていない。もう、何もかもがどうでもよくなった。その時、誰だ？アキラさん、私です。マナです。お願いです。中に入れて、アキラさん。え？マナ？マナ！え？アキラさん、なんて姿に。マナ。ごめんなさい、アキラさん。本当にごめんなさい。私のせいで、こんな。ごめんなさい。こんなはずじゃなかったんです。私はただ、アキラさんが好きで。だから結婚して、つつましく幸せな暮らしがしたかっただけだった。なあ、マナ、何があったんだ？頼むから、正直に話してくれよ。それは。いや、マナにばっかり情報開示を求めるのはフェアじゃないよな。俺は自分のことを、親父や兄貴との関係を洗いざらい喋った。そうだったんですね。つまり、アキラさんは、ケンイチさんやコウタさんと血縁的には赤の他人なんですね。いや、血縁的だけじゃなく、心情的にも赤の他人以下だよ。アキラさん、私、全部お話しします。私がどんな子供時代を過ごしてきたか、アキラさんはご存知ですよね。うん、マナが話してくれたからな。散々こき使われた挙句、地主のおっさんに売られそうになって、16の時に夜逃げして東京に出たんだよな。そうです。だけど、その時期、私は取り返しのつかない過ちを犯しました。木の実木のまま田舎から飛び出してきた無知でバカな田舎の小娘。都会の悪い大人からすれば私は絶好のカモでした。そういう人たちに騙された私はどんどん夜の世界に染まっていって、気がつけばセクシー女優になっていました。え？セクシー女優？軽蔑しますよね。私は後先のことを何も考えず、ただ遊ぶお金が欲しかっただけのただのバカですから、人として最低です。でもそれもほんの数作でやめました。そしてこのことは誰にも言わず墓場まで持っていくつもりでした。でもうまくいかないものですね。よりによってコウタさんがそっち方面にすごく詳しくて私のファンだったんです。それであいつマナをジロジロ見てやがったのか。私の素性をつかんだコウタさんは、アキラにバラされたくなければ俺と付き合えと私に迫りました。お父様のケンイチさんからも、そんな女なら相手が誰でもいいんだろう、うちではアキラよりコウタが優先なんだからと言われて、嫌だったけれど、アキラさんにこの秘密を守りたかった私は、申し出を断れなくて。クソ野郎どもが、人の足元見やがって。でも、私の考えは間違っていました。自分の秘密を守ることばっかり考えて、アキラさんをこんなに傷つけるなんて、それこそ最悪です。本当のことを全部話して、つきものが落ちました。これでもう、コウタさんやお父様に従う必要はありません。
こんな過去の秘密を言われて、アキラさんも私のことを軽蔑しましたよね。私はこのままどこか遠くの町に引っ越します。さようなら、アキラさん。おい、待てよ。そんな話聞かされて、このまま返せるか。俺はマナの過去がどうだったとか関係ないんだよ。何を言われても変わらない。俺は変わらずにマナを心から愛してるんだ。俺が守ってやるから引っ越すなんて言うなよ。アキラさん。クソ兄貴がやったことは犯罪だ。タチの悪い真似しやがって。絶対許さん。俺は兄と父、田村光太と田村健一への復讐を誓った。おう、マナ、遊びに来たのか？どうだ？一緒に風呂でも入るか？せっかくだからさ、三人で入ろうぜ。俺たち、家族になるんだし。やめてください。おい、口の聞き方に気をつけろよ。そうだ、お前の秘密を俺たちは知ってるんだぞ。お前は逆らえない立場だって分かってるのか？生意気だぞ。コウタさん、私、あなたとは結婚しません。あ？なんだと？おいおい、お前は自分の立場を忘れたのか？いいのか？セクシー女優の宇月蓮ちゃん。アキラが知ったら泣くだろうな。やっぱ中卒はすぐ忘れちゃうんだな。じゃあ俺と親父でとっぷり分からせてやらなきゃな。やめてください。そろそろ十分ですね。音声いただきました。これを警察に提出すればあなた方は脅迫罪に問われます。は？なんだよこの小娘が。小賢しい真似しやがって。てめえがそういう態度ならアキラにバラしてやる。ご自由に。アキラさんならもう知っています。私が自分から話しました。は？マジ生意気なんだこの中卒の親らし女が。いや、やめて、やめてください。暴れるなバカ女。いや、助けて。その時、そこまでだ。貴様ら何をしている。離れんか。暴行の現行犯で逮捕する。の、なんで警察が。なんで。なもん決まってんだろ、俺が通報したんだよ。つうか無意無策でマナをお前らの家に送り込むわけねえだろ。悪質な脅迫を受けてることを警察に相談した上で今日の作戦を決行したんだ。いやー、お前らがアホでよかったわ。メッセージアプリでも分かりやすく脅迫しまくってたもんな。ちなみに音声もな、ボイレコだけじゃなくスマホのスピーカーで筒抜けだったからな。リアルタイムでおまわりさんに聞いてもらったぞ。はめやがってクソが、この恩知らず。そうだ、誰に育ててもらったと思ってんだよ。は？知らねえよ。俺はお前らに育ててもらった覚えはない。お前らには恩はねえ。二度と俺の人生に関わってくんな。消えろクズども。ちくしょう、覚えてろ。お前らがしばらく戻ってこれないことはそれぞれの会社にも俺から伝えとくからな。塀の中では一流企業だのなんだのなんて関係なくなるんだよ。それにもうお前らの戻ってくる場所はないから。二人はようやく取り返しのつかないことをしたことに気づいた様子だった。こうして健一と浩太のクズ親子はパトカーの中に消えていった。その後、騒ぎが落ち着く頃を見計らって俺たちは役所に婚姻届を提出し、写真を撮るだけの結婚式をした。健一と浩太は揃って実刑判決を受けた。散々俺をバカにして学歴だ一流企業だと威張り散らしていたが、社会的にも二人は終わったのだ。そして俺は田村家の戸籍から抜けた。これからは本当の家族を作っていこう。そうですね。マナのお腹には新しい命が宿っている。さすがに独身向けアパートは狭すぎるから、健一と浩太が塀の中にいる間に引っ越そう。もうあいつらに会うことは二度とない。嫁と子供は俺が必ず守る。俺やマナのような不幸な境遇の子はもういない世の中になってほしいな。